ですね、今、会社員とか従業員をされてる方っていうのが、多いとは思うんですけど、副業っていうのは会社によってこう、禁止されたりしてる場合もあるとは思うんですけど、まあそれでも起業をした方がいいって私は思っています。で、まあ、それ全員かって言ったらまあ全然そんなことはなくて、おそらくここ今この動画を見ていただいているあなたは、そういう何らかのその思いがあって見てると思うんで、そういう方に対しては副業した方がいいよっていうふうに思います。で、副業サイドビジネスがいいっていうわけではなくて、要は従業員としての、決まったお給料をもらうっていうこと以外の、まあ分かりやすく言うと収入を、手に入れるっていうことなんですけど、収入を手に入れるってことは何らかの価値を提供しないと収入を得られないわけですから、お金だけ人から奪うわけにはいかないですよね。何か役に立つことをするからお金が入るんで、そういう、役に立つことをする、システムだったり、そういうものを自分で作るということですね。まあ何でもいいです。パンを焼いて売るっていうのでもいいし、食べ物とかは分かりやすいし、あとはなんか、ゴミ捨てを手伝うとかでもいいし、何でもいいと思うんですけど、まあ私がやったことがあることは、ものをですね、日本にあまり売られてないものを海外から仕入れて、それを日本で売るっていうことですね。で、海外に実際行ったりするのも大変ですし、それよりも今は情報っていうのはインターネットにありますから、インターネットで調べて、インターネットで買ってインターネットで売るっていう感じなんで、まあ自宅で、完結するっていうことなんですけど、まあじゃあなんで、副業した方がいいのかって思ってる、かっていうことですね、かなり大事な話になってきます。で、まあ、副業をすることによって、まあ、収入が得られるっていうことがあります。あとは、リストラとか会社の人間関係が嫌になっちゃったりとか、年間3万人の人が自殺してしまう今この世の中で、いろんなストレスがあると思うんですけど、そういうことからこう自由になることができて、で、嫌なことですね、その嫌だったらやめられるっていうふうになれるってことですね。まあ続けたかったら続ければいいと思うんですけど、あとはそういう、やっぱりお金があるといろんな面倒くさいこととかがある程度解決できるっていう部分もあります。健康にもなれますね。お金だけでなれるわけじゃないですけど、知識があればですけど、今本当に毒まみれの世の中なんで、そういうことも、知識だけあってもお金がないと食材とかあんまり買えないですけど、そういった、健康面を気遣うような食べ物も手に入れることができるし、また新しい知識っていうのもね、セミナーに行ったりとか、本を買ったりとか、本ぐらいは買えると思いますけど、まあ、時間があればそういうのを読む時間もできるしっていうことで、健康面も良くなるふうになります。まあ最初副業をやるのは、まあ、精神的とか時間的には大変だと思うんですけど、いい、そういうこうあなたの人生が良くなるですね、良くなるっていうことはどういうことかっていうと、まあ豊かになるってことですね。お金面だったり健康面だったり人間関係面っていうことで、いろんな、欲望とか夢とか、あとはまあ恐怖とか辛いこととかあると思うんですけど、それが良くなるってことですね。で、まあ、死ぬ時に、あなたが死ぬ時にですね、本当にその
無理やり自己満足するんじゃなくて、本当に心から良かったなって思えるような、奇跡の連続だったなって思うような人生の方が楽しいと思うんですよね。まあこれでいいかって妥協する満足ではなくて、本当に最高だったと思う人生に思えるようにはなるために、やっぱりチャレンジしていかないと、チャレンジして達成して、さらにまたチャレンジしてっていう方が私はいいと思うんで、副業した方がいいと思うんですね。で、最近思うのは、人間はですね、まあほとんど動物なんですよね。やっぱり動物園の猿とか、ラクダとか一緒なんですよね。辛いことから逃げるっていうことと、まあ、楽な方に流れるっていうので、で、ちょっと知恵がついた猿とかはちょっと悪知恵を働かして、なるべく楽に、なるべく得するようなことをするんですけど、ちょっとなんか人間はそこから優れてるような気がしてるかもしれないですけど、実は、まあ、私も含めて同じなんですよね。で、もう反応的に生きてるというか、なんか責められれば怒る、切れる。で、褒められれば喜ぶ。それほとんど反応で生きてるだけなんですね。本当に自分の脳みその、進化した部分を使って、自発的に行動を起こしてるっていうことはかなり難しいし、私も大半は動物なんですけど、ほんの一部、数パーセントを使って、自発的に行動したり、物事の、選択をしたりっていうことをしようと努力してるんですけど、まあそういうのは覚醒っていうか、その流されて反応的に生きるだけの人生はもう終わりにして、そこに自分の意思とか、思考をですね入れて生きていきたい。それがやっぱり、人間としての生きる喜びでもあるのかなっていうふうに思ってます。もちろん反応的に生きても楽しいこともあるし、まあそれはそれでいいんですけど、はい。でも、ビジネスとして自立するっていうことはそういう意味もあるのかなって私は思ってます。で、何するかっていうことなんですけど、まずはいろんな意味で、今言ったようないい面があるんですけど、まずは経済の自立っていうことですね。だから、飼い犬みたいに、要は会社員とか従業員っていうのは、ペットなんですね、はっきり言って。まあ、ちょっと毒吐いてるみたいですけど、自分の実力を認めてほしいとかなんとかって言っても、もうちょっといい餌をもらったとか、その程度なんですね。ボーナスいっぱいもらったって言っても、そうですね。ちょっとお利口にしてたから、ちょっとハイグレードな、今日はカリカリの餌じゃなくて、半玉の餌だよみたいな感じでもらってるようなもんなんで、まあそれは守られてるから当然なんですね。家の中で飼われてる犬みたいな感じで守られてるんですね。だからそうなんですけど、だからそこから、外に出ても生きていけるっていう力をつけるっていうことです。で、そういう意味があって、その経済の自立ですね。で、まあ何していくかっていうことは、私が、提供できることで言いますと、ヤフーオークションで不要品を売るってことですね。まずは、ヤフオクで売る。いらないものを探せばいっぱいあると思います。まずそれで、売ってですね、そのお金を無駄遣いしないで、それでピンサロとか行かないで、ちゃんと取っといてください。で、それで、今度仕入れに使うってことができますんで、売れた、やった、儲かった、じゃあ遊び行こう、パチンコ行こうってなってしまったら、もうただのさっき言ったような動物なんですね。それでちょっと頑張って頭をフル回転して、その、使いたい衝動に勝利してですね、そのお金を次の仕入れとかそういうのに回してほしいんですね。はい。
で、そうすると海外で仕入れて、日本で売るっていうことができていくと思います。ですからまず、不要品を探して売ると。それをやっていきましょう。ということで、今日の話はこれで終了します。ありがとうございました。